どうもシャーペンです。今回は明日のモンストニュース要素を7月28日編ということで、まあ、8月の情報解禁といいますか夏本番って感じですね。この動画では去年の今頃のモンストニュースを振り返りながら明日のモンストニュースで何が発表されるかを考えていこうという動画でございます。ただこの動画に話すことはあくまでも傾向からの予想なので、去年これが発表されたから明日これが発表されるかもしれないよという動画でありますので、その辺もご理解していただけると幸いです。で今回参考にしていくニュースはちょうど1年前の2021年7月28日のものを振り返りながら何が発表されるか考えていきましょう。はい、まず光の冒険戦第2弾発表ということで、まあこれ最初の発表が7周年フラパっていうでっかい舞台だったんで、まあそういうのもあってか1年経たずして第2弾開催が決定されましたね。で当時の運極の環境としては、まあアンフェア降臨したんですけども、まだまだ運極になってるって人は少なかったんで、トレノバ復刻したら作りたいという方多かったと思うんですけども、まあその復刻はなかったということでしたね。でその代わりといってはですけども、第1弾からの改善点がいろいろありまして、このアポストロス同時に出せるようになったり、まあ、公開時間が2時間短縮、クリア回数のクリアボーナスが追加で、スキップして再出航も改善されたんで、まあ、やりやすくなってましたね。まあ、ただ変更点としては船の拡張が、まあ、それぞれの海域の、まあ、キャラクターの落合計数が200に到達するまでできない、まあ、すぐ先に進むことができなくなったんで、まあ、ちゃんとやんないといけないっていうね、まあ、ちょっと縛られる形となりましたね。で第2弾で登場したキャラクターの注目点というと、まあ、ピスカスですかね。まあ、ラウンドスパークを初獲得しまして、まあ、味方が3体いて何番目に触れたかによって、まあ、威力とか範囲が変化するという友情コンボでありまして、まあ、最後にピスカスに触れた友情コンボ発動させると、まあ、結構ね、殲滅力があるよって友情でしたね。で、それにギミック対応もダメージ雷のダメージリンク2種類と、まあ、旬の原則壁に対応している。で、貫通、アジン、バランス型っていう、この身の共有もしやすいですからね。まあ、ただ、トレノバと比較すると、当時の環境最強の運枠ではないですし、まあ、友情コンボも当たるだけではダメっていう、まあ、うーんってなる意見多かったんですけども、ただ最初の海域が作成できたんで、レベル1で、まあ、トレノバ最後でしたからね。仕様変わったとはいえ。まあ、なので、それを考えたらそこそこ優秀なキャラクターだったんではないかなと思います。今考えると。まあ、という感じでニュースで第2弾の情報発表されまして、まあ、このまま終わるかと思ったんですけども、PV こちらってなって発表されたのが、ドクターストーンコラボ開催決定ってのは、ほんとまさかの同時にコラボするとは思わなかった。で、やることに関してはもう光の冒険戦と一緒でして、まあ、ガチャなしの無課金コラボでしたね。まあ、ドクターストーンコラボを楽しみつつシステムを理解できたんで、まあ、これはすごいいい流れでしたね。で、このコラボで記憶に残っていることは氷河ですね。まあ、僕個人的に一番苦手なギミックは、触れた味方の数に応じて攻撃力アップするってあの先見たものシステム、まあ、なんですけども、このクエストで登場しまして、まあ、ガチャゲンガチガチだったらまだしも、まあ、運枠を複数体編成しての周回結構きつかったなって覚えありますね。まあ、全然超級の獅子を司よりも個人的に難しかった周回が、まあ、ということで昨年の控えの冒険戦はもう改善点の多さに同時にコラボ開催っていう、で今年の控えの冒険戦もまた改善点あったんで、もう本当に新しいメインコンテンツにしようとしてるんだなって感じは伝わってきましたね。ユーザーからの意見としてはどうなんですかね。まあ、僕の意見としてはまあちゃんと改善されてるなと思いますね。最近はまあやりやすいですし、まあ、最初考えたら本当によくやったなっていうか、僕やってないんですよね。もうトレンド場だけ作って終わっちゃったぐらい面倒だったんで、まあ、それ考えたらまあ良くなってるなと思います。ということだったんですけども、今年2022年8月のコンテンツは何ということで、まあこれ決定してまして、天魔の古城ですね。こちら登場すること決定してるから、まだ日付は判明していないと。8月のメインコンテンツにはなると思うんで、まあ、月末にやるというよりかは月の頭の開催の方が可能性高い、まあ、しかもなんなら明日発表しても1日からやりますと言ってもおかしくないような僕は思ってますね。いや、それぐらい気合入ってる予想してるんですけども、まあ、とりあえず忠告していると、まあ、フラパレ PV 流れまして、まあ、覇者の塔、近畿の動くって、これ両方と もう初登場時は最高難易度と言われたコンテンツに並んで、まあ、この天魔の古城が紹介されたんで、まあ、挑戦する際は本当覚悟必要ですね。もう絶対これは難しいぞって、もう絶望するんで、もうお気をつけください。まあ、結構挑戦上限とかも気になりますね。まあ、あとコンテンツで気になるものはまあクリア報酬ですから、まあ、これに関してはやっぱりモチベーションは関わってきますし、まあ、これ画像出してるのが初登場時の報酬なんですけども、まあ、覇者の塔はまあオーブ50個で、近畿の5個は奈落なんですけども、まあ、一応 EX でセツナもいたんで、まあ、それもポイントですかね。で当時のセツナは本当にガチャゲンクラスだったんで、もう15の5個までクリアして、まあ、周回するっていう価値は十分にあった。であと鉄製になるキャラクターってのが本当豪絶とかと違って、なんか意外性があるなっていう、予想できないんですよね。で近畿の5個は特にもういわゆる倉庫版とか揶揄されていたキャラクターが活躍するって、まあ、特にこの2体僕はラザニーと源内はここで来るとは思わなかったですね。救われました。まあただ意外性があるとはいえ、さすがに転送壁必須のクエストは登場するんではないかって、もうタイミングがね、
まあ、このフラパのアップデートで転送株確認できるようになったり、絞り込みができるようになったりしたんで、まあ、明らかにもう準備が整ってますし、まあ、あと不定期になったとはいえ、情報修正来ないってのもなんかこれに合わせんじゃないかっていうね、ちょっとこれで増やすっていう。今のところ、木属性、ワープ転送株と光属性、重力転送株多いんですけども、まあ、木属性の方はこれ、まあ、運悪がいるんで、僕、光属性の方が天魔、で、木属性がゴーゼスではないかと予想してますね。まあ、ということで、やっぱりこれワクワクしますね、新コンテンツ。これ始まったら本当にね、なんだこのケースってなるんですけど、この考えてる時とか、結局もう本当にクリアするまでやっちゃうと思いますし、いや楽しみ。これは、まあ、明日発表してほしい。早くやりたい。まあ、あと予想するんであれば本当に大穴ですから、これとコラボする。天魔の古城コラボ。もう最高難易度コンテンツでコラボやるってのはさすがに愚策か。まあ、すごいなんかそういう硬派な作品ないですかね。普通勝てないよっていう。まあ、控えの冒険戦もまもなく終了するんですけど、これ期間延長してコラボって可能性もまあなくはないけど、でも忙しすぎるよな。古城がありますもんね。いや、昨年のコラボは極めて異例でしたけども、今年も何かしらそういう異例なコラボはあるんでしょうか。続いて新イベント、春秋戦国志。キャラクターの性能が完備。まあ、地味に砲撃型で超絶貫通録音衝撃がもらえまして、まあ、演出に反してこれ火力出せますからね。でしかも魔王に対してはキラー M が乗って、まあ、3種のギミック対応とか SS はまあ特定のクエストを見据えてますね。でそのクエストが当時かなり難易度が高かった未開21の特攻キャラクターでありまして、まあそこ楽になったってのはすごい嬉しかったですね。でも本当に手持ちが少なかったら、まあ友情コンボ強いんで、これ起用してもいいんじゃないかなと思いましたね。本当に地味に強いんですよ。続いて李信、まあ、パワー型の高い攻撃力にバイタルキラー M、 まあ8ターンからのにやかな SS で、重力が登場するクエストでは超 AGB で動きやすいんで、まあ時間殴り能力高いですね。なんかこれ当時から活躍しそうだなと思ってたんですけども、まあ未だに目立った活躍は見られてないんですけども、まあ未だに怪しいですね。全然ハマったら時間殴り性能現役だと思いますし、まあ、特に光属性貫通重力ワープってのはまだ狭いんで、これワンチャン天魔の古城ないかなと思ってますね。まあ、カムイの重心化回も控えてるんで、活躍のチャンスは残ってるんではないかなと思います。最後が王戦、まあ、超アンチワープと SS がワープに触れるたびにパワーアップなんで、もうワープが登場する数によって貢献度が変わるってキャラクターですね。でまあそれにギミック対応はワープ魔法陣減速壁っていう希少ですね。でまあもともと30億の鉄製ではあったんですけど、そこまで貢献度は高くなかったと。ただその後の控えのベリンダですね、まあ、そこでは再鉄製となりましても鉄製の幅も狭かったんで評価は急上昇したと。まあただそこで活躍してからそんなに名前聞かずに、でしかも現環境では完全にジュズマルツネスグと被ってしまうっていう、なかなかちょっと一応ジュズマルが活躍したら一緒に行けるよとはなる。まあというイベントが昨年開催されました。で2022年8月前半イベントも明日発表されると思うんですけども、まあ4年連続で普通なイベント開催しているんで、今年もそうなるんではないでしょうか。で結構キャラクター見てると校内のクエストの特攻多くて、まあもしかしたらこの期間中に天魔の古城開催される可能性もありますからね。まあなので怪しいキャラクターがいたらそこに鉄製になるかもしれませんと。まあ考えたらブレイクもそうでしたからね、結構これは重要かもしれない。まあこれ注目点でございます。そして重心化したのがティーチ、魔族と魔人に対してはキラー M と耐性持っているんで、まあ攻守が優秀で、 SS はアイテム成長と吸収で、友情コンボはダブルエナジーサークル L なんで、なぜかアルセーヌとルシファの要素を持っていますね。でこれ控えの冒険戦と同時に発表されても、完全にこれ控えの冒険戦顔してんじゃないですか。まあだから何かしらで関連してくるんかなと思ったら特に関係ないっていうね。まあトレナバの復刻があったらワープ魔法陣で強かったんですけども、まあ、それも叶わなかったんで、まあ何だったんだろうなと思いましたね。まあ明日の重心化解要素はもうそのままオセロできますか。まあ対抗棒要素はできなかったな、全然この5周年付近。まあ、だいぶちょっと2018年後半の方の重心化キャラクター下位になってるんで、まあ、ちょっと2018年前半組不安になってきましたね。でさらになんですけども、クレオパトラ重心化下位ということで、まあ、これモンストニュースの本編ではなく、昨年またちょうど今日の7月27日の19時頃に初の号外モンストニュースが実施されまして、まあ、この時間以降にモンストを開くとこの映像が流れ出しまして、まあ、クレオパトラ重心化下位が発表されるっていう、で実装もすでにしてあるっていうね、まあ、まさかの発表方法でありまして、まあ、2020年まではモンストの公式の動画で重心化発表とかあったんですけど、去年それなかったんですよ。ただその代わりにこの号外モンストニュースが生まれるっていう、また新しいサプライズでしたね。で性能としては自己完結可能な毒キラーを持ってまして、それに超バランス型の恩恵も乗って、まあ時間殴り火力はかなり高いと。でそれに回復 M リジェネでの HP 管理、まあ超デザストでヒラメも軽減できますし、で友情コンボも誘発性能が高い超絶爆発と毒友情っていう、まあ高難易度で活かしやすいですね。まあ隠れ強キャラというか、まあ、隠れてないかもしれないんですけども、まあ個人的に結構長らく使ってますし、今回のジョジョコラボの、まあ、ホワイトスネークでも強かったんで割と好きな性能ですね。でそして今年このタイミングで号外モンストニュースはあるのかということですけども、これまで3回行われてまして、まあクレオパトラとラファエルの重心化会で鬼滅の刃コラボ発表っていう感じなんですけども、まあ開催の間隔も、まあ時間帯も
どれもバラバラ。まあクレパトはこの時期のゴールデンタイム、ラファエルはまあクリスマスシーズンの夜で、鬼滅はもう完全真っ昼間だったんで、まあ、本当まさに号外って感じですね。決まってない、まあ、なので号外モンスターニュースはもうこれ期待するもんではないですね。もう記憶から抜けさせておいて、突然来ることを楽しむことを推奨いたします。まあここでちょっと話しちゃいましたけども、まあただあえて予想するんであれば、なんかゲヘなんか2回降臨するんですよ、この短期間に。まあフラパの2日目でも降臨して、まあフラパイラストのためっていう可能性は十分ありますけども、にしても多いなってので、まあそれとこれを結びつけて、まあ天草の回っていう予想ですね。まあちょっとこれは本当に、まあ、期待しない方が身のためです。はい、ということで予想ここまでなんですけども、注意喚起としては、最後のモンタマガチャを忘れるなということで、まあ、特に最後だからといってイベントはないんですけども、まあ、この開催によってモンタマは終了しまして、まあ、次回開催からはガチャリドラカードとなるんでご注意ください。でモンタマの初登場を調べたら3周年で発表されて、で11月から始まったってので、いや結構長かったんですね。まあ、だいたい 5,6 年もの間長らくお世話になりました。はい、ということで明日のモンストニュースは、まあ、8月前半イベントの発表と、まあ、天魔の古城がどうなるのかっていうのは注目点ですかね。よかったらコメント欄、神谷さんの予想妄想感想をどんどんお書きください。あとついでにチャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。これからもぜひ。ではご視聴ありがとうございました。さよたま。